平安工事レイ、ナルオ建設。どこからでも、子供に目が行き届く安心感の平屋。L 字配置でプライバシーも守られた家。敷地面積 97.40 坪。延床面積 28.80 坪。居室に沿ってウッドデッキを配置。軒もしっかり設置して耐候性にも配慮。オリジナルの造作ひさし、レッドシダーがおしゃれなポイントになっています。外の動線も魅力的です。高性能にもこだわった住まいは、C1、0.23、UH、0.41。玄関部分の軒も印象的な仕上がりです。玄関からまっすぐつながるクロークへの動線。土間がつながり、土足のままで便利です。玄関から右手にリビングへの動線。ここには建具は用いず、すっきりした印象。SIC は日常の便利さを考慮。そのままリビングへもつながっています。庭側の開口部の大きなリビング。勾配天井で広さを演出。間接照明が天井のラインを演出します。落ち着いた色調の床でまとまり感。天井の高さもあって数値以上の広がり感です。リビングの工夫は、こちらの空間、書斎的にも使える居室で、リビングがすっきりします。対面式のキッチンはシックな仕上がり。トップが広く、フラットで使いやすそうです。コンロの後ろが冷蔵庫という配置。すっきりした情景が印象的です。ステンレスの美しさに見とれます。シンク下は足元に余裕を持たせた作りです。キッチン横にパントリーを設けています。リビング側から見えにくいのもメリット。奥に自然光を取り入れる窓を設けています。キッチンから奥へ進むとサニタリーエリアです。予備洗いなどに便利なシンク。室内干しにも便利な空間で、2箇所に物干しさを設けています。デザイン性操作性の高い水栓を使いました。L 字配置の角にサニタリーを設けて、コーナーをゾーン分けに使っています。リビング側から奥が見えないところもメリットです。廊下に収納力と便利さの工夫があります。とても機能的な空間です。4.5 畳ほどの主寝室にウォークインクローゼット。入り口との兼ね合いが素敵な配置です。
使いやすさと収納力を両立しています。廊下のハンガーも暮らしの流れを意識、主寝室に押し込まないところが工夫です。主寝室と脱衣室の位置関係も将来を考慮しています。書籍などをしまいやすい棚も廊下に設置しています。コンパクトな書斎も設けてあります。どこか飛行機の内部のような空間を無駄なく使う印象を受けました。ご主人の書庫として設置したこだわりの部分です。2つ並んだ洋室は庭に沿った配置。リビング側から窓越しに様子がうかがえます。子供室は収納を外に配置。子育て終了後も無駄にならない収納空間になっています。ロールカーテンで仕切るスタイルです。長い廊下も自然光を使って明るく快適です。居室と庭を内側に、家事空間を近くに配置し、機能を集約した間取り。どこからでも子供に目が行き届く安心感を重視。居室の配置を工夫することで、気配を感じられる工夫と動線を確保しました。収まりのいいデザインも魅力の平屋でした。